手足が遅くなってしまったので、日陰の多いお散歩コースになりました。2024年8月9日。15歳と6ヶ月と16日かな。絵に描いたようなスカイツリーでございます。出ます。それで、すっきりしたのでお散歩再開。今までちょっと日陰だったので結構、涼しかったんだけどね、さすがに日向は暑いよね。ということで、まだまだ、立春迎えたけどね、暦上では秋でもまだまだ暑いです。はい、みんな元気でいってらっしゃい。じゃあね、またね。バイバイ。